演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、ファミリーマートの小エビの焼きビーフン食べたいと思います。ビーフンって初めて食べますね。どうなってるんですか。お米を使った麺だっていう話は聞いたことはあるのですが、どんな感じなのかな。早く、これは楽しみですね。それでは、チャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ではいただきます。食感は、だいたいそうめんと、いや、春雨に近い、ちょっとあっさりで細くね、でもしっかり食感がある、そんな麺でしたね。それをスルスルと吸われて美味しかった。野菜の食感もしっかり、ごま油か何かがパッと見えて、それともうまく絡んでいて美味しかったですね。初めて食べたビーフですが、もっといろんな味を食べてみたい、そう思える商品でした。ただ、ちょっとあっさりしすぎているので、まあ、それがいいんでしょうけど、部分もあったかなと思いましたので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてもしくは他の動画を見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終了。